できました、ショールーム。でも30分ちょっと過ぎちゃったんですけど、ごめんなさいね。でもさっき32分ぐらいにやろうとしたらまたぐるぐるってなったんですよ。でそれでもう一回アプリ消してやったらできました。不思議だから、まだ治ってないのかな完全に。何が原因か分かってなくて、怖い。だからこの配信中もなんかなったらどうしようっていう。この配信は眉毛の、今日もメイク配信したいと思います。はい、ネイルは変化なし。ここにニキビできた。ここってさ、嫌じゃない？なんかちょ、真ん中。不規則な生活してるからな。そう、前髪あれば隠せたんだよな。長くない？めっちゃ伸びたよね。同じところにあるって嬉しいね。それ運命。結局伸ばし続ける感じ。うん、まだ迷い中。ちょっと鏡持ってくるね。この電子レンジくんと仲良くください。よいしょ。私って人はね、あー、そういえば私のいろんな話聞いてほしい。あ、ちょっと待って、忘れ物。よいしょ、お待たせしました。私のいろんな話をぜひ皆様に聞いていただきたい。てかなんかすごいさ、寝起きみたいなさ感じでいるんだけど、別に寝起きではない。寝起きではないよ、言っとくけど。よし。最近ですね、あの夏休みに入ったのかな、ち
と微妙ですね。別に入ってるのか、いや入ってないのか、いや入ってないな、いや入ってる、ひなこグラビアまだかだって、え需要あります？あ、目いた。テスト終わってないのまだ。あのさ、テスト755にさ、テストあと1個あるってさ書いたじゃん。あれはね、木曜日にあるんですよ。そう、ちょうど福留の卒業の公演の日にある。だから公演前にテストって感じ。テスト終わったら夏休みです。夏休みのご予定は特にあのエイトの日、別にどっかに遊びに行くわけでもないですね、このご時世で。最近そのね、まあ、大学ね毎日通ってたじゃん私ね。でそれでね、本当にもう通い始めの頃はあの定期券って分かりますか？分かりますよね。定期券ってあるじゃん。定期券って分かるのかな、みんな。なんか自分の最寄りから最寄りからその例えば会社説明する必要ないか、別に。いやあるのかな、え、みんな知ってるのかな。なんか自分の最寄りからその会社とか学校の近くの最寄りなの、最寄り、最寄りのまでの電車、最寄りまでの、最寄りまでの、ん？自分の家の最寄りから学校とか職場の最寄りまでのなんか お金なんて言ったら、なんか無料みたいな無料じゃないんだけどさ、なんて言ったらいいかわかんない。自分の家からの、自分の家の最寄りの、自分の家の、自分の家の最寄りから職場とか学校とかの最寄りまでのその距離のなんて言うの、あーむずい、その距離の料金、そう料金わかる？え、わからない人いないの？本当？私はね、わからなかったよ、大学その定期券買うまで。だからそのどうしたらみんなわかってくれるか。そのね、家の、ちょっと熱いし、なんか説明してたら熱いし、あの家の近くの最寄りから
職場とか、か学校の近くの最寄りまでの距離のみんな分かってるの？あ、分かってたな、分かってたな、大丈夫。分かってるな、大丈夫だよ。さ、みんな知らないかなと思って、私は本当に知らなかった。なんかそのお恥ずかしがりながら、でも分かってるんだ、じゃあいいよ、じゃあ話進めるわ。でそのね、定期券っていうのがあるんですけど、なんかその定期券とあと学生証あるじゃないですか、大学生ってね。そう、それでね、定期券、定期券はもうちょっといいんですけど、もうねみんな分かってるらしい。分からない人いない？大丈夫？でそのね、定期券と学生証を持ってるじゃないですか、やっぱり大学生っていうものは。それでね、私は学生証、定期券ってさ、待って、私さ一つに二つのことをさ同時にできない人間なんですよ。そのなんて言うんですか、なんか何々しながらなんとかとか、私めっちゃ苦手で、だから今こうやってメイクしながら説明してるけど、なんかめっちゃ意味わかんないこと言ってるかもしれない。それで、私本当に大学生か。それでね、定期券ってさ、普通さ、その改札でさ出すじゃない？普通ピッてやって改札入るじゃん。そのカードをピッてところにピッてやったら大丈夫かな。でも寝起きじゃないからね。その改札のところにピッてやったらドアが開くじゃん、ドア改札が開くじゃん。それでね、だから普通は定期券を出すんだけど、私はいつもね学生証を出しちゃうの、そこで。で学生証をピッてやっちゃうの。でも学生証で開くわけないじゃないですか。だからね、こうやって何回もこうやって置いてるのに、学生証を全然開かなくて、改札が。もう何みたいな、なんでなんでみたいな、なんかスイカにも期限とかあるのみたいな、切れたスイカ期限って思ったら、なんかこれめっちゃ恥ずかしいお話ね、これだからみんなに聞いてほしいんだけど、なんかそのずっと私がね、マジで なんでみたいな顔してた。言ってない、独り言も言ってないよ。なんか顔で表しただけ。なんかすごい不思議、なんていうの、なんかみたいな顔してたの。なんかなんでなんえみたいな、いやなんでって言ってないけどみたいな感じでやってたら、なんか隣のなんか お兄さんに、ちょっと待って今の笑っちゃう。隣のお兄さんになんか、あそれって言われて、あそれまで言われたの。だからなになにって思うじゃん。
え、なになにって思ったら、よく見たら学生証だったっていうお話でも、これね4月からその大学に通い始めてからずっとこの事件起きてて、そうで、めっちゃなんか、あ、それって言われた時も恥ずかしくてたまらなかった。あ、ごすいませんって言って、あ、すいませんすいません、ありがとうございます、おじお兄さん、あの時のお兄さんには一生分の感謝をお送りしたいぐらい。でこれはね、まあやんない、あのやんない時もあるよもちろん、そのやんない時もあるよもちろん、なんていうの、ちゃんと学生誌じゃない、定期券出してちゃんとね何事もない普通の生活を送ってる時もあるけど、これも逆バージョンもあるの。そのさ、私のねところはその学生証をピッてやって、あの出血取る感じ、そのなんか大学ね、そうだから学生証ね、え、今お腹鳴ったの聞こえた？結構鳴ったんだけど恥ずかしい、お腹減ってる、今何も食べてない、なんか聞こえなかった、よかった、聞こえたけど聞こえた。それでね、大学のね、そのピッてやるところも普通だったら学生証出さないといけないのに、なんか定期券を出しちゃったので、定期券をピッてやってもえみたいな、なんかそのこうやってカードをかざしたらピって言うんだけど、ピも言わなくて、えみたいな、なんでなんでみたいな、でなんかいつもそのピってさするときは友達と行くんだけど、友達とそのピってするところまで行くんだけど、なんかえならないんだけどね、なんでかなっていう話を友達にしたら、ねえそれさ定期券じゃんって言われて、あごめんみたいなことが多いんです。同じとこに入れてる、そう財布に入れてるな、だから間違えちゃうんだ。ひらこ、コーヒーで一番後ろに座ったらダメだよ、バリバリ後ろに座ってて、くそ、大丈夫大丈夫、ちゃんとなんか前に座ってる時とかもあるから。え、今のは聞こえた、絶対お腹の音、今のは聞こえたでしょ聞こえたね、だってやだ恥ずかしいですよ、お腹の音聞かれるのは。親にも聞かれたことないのにっていうさセリフなかったっけ、似たようなセリフ。お腹の音聞こえたって、あーまあいいよ、これは私たちの秘密。はい、あ、それだ、親父にもぶたれたことないのに、だそのセリフかわかんないけど、ねえ待って、じゃあさ、え、何幽霊の日ポイントって怖いよ、ねえねえ無理、お腹鳴る、無理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 、じゃあ分かったみんな、じゃあ分かったみんな、
今からご飯にした、ご飯じゃない、ね、幽霊の日ポイントって何？怖いよね、これさ配信中またぐるぐるなったら怖いんだけど大丈夫？え、開かないんだけど、なんで？じゃあねみんな、あ違う、じゃあねみんなじゃなくて、じゃあねみんな、私はお腹が空いているみたいなのね、徴収したいと思います。自分のお腹にじゃん、スイカ。一口で食べたい。最近ね、私のメール取ってくださってる方は知ってると思うんだけど、本当にスイカにハマってて、うん、なんかもうスイカ、体がスイカ食べすぎて、スイカがね家にありすぎるんです。なんかすっごい大きいスイカがあっていただいて、そう、さすがに結構すごいよ。だって私のメールマジでさ毎日書いてるよね。あとねメロンも食べたしね、この間。え、スイカにしよう、なんか聞くけどさ美味しいの？スイカ農家違うんだけど、スイカにしよう、おいしいよ。だってえ、どんな味がするかさ教えてほしい。教えてくれたらあのちょっと検討する、検討ね、やってみるねじゃなくて検討する。だから教えて、どんな味がするの？スイカにしようは普通だと思ってたって、やったことないですよね。え、甘みが増すの？逆にそれなんか良くない？スイカに塩かけた味がするよ。だってふざけてます？ごめんなさい、今のは冗談です。かけすぎ注意。え、ちょっと焼いてみようかな。でもスイカ食べてたら本当に水分がすごすぎてトイレ近くなると思う。多分近くなるよね。スイカに直接かければいいの？ちょっとやってみようかな。合ってる？直接かければいい？え、眉毛じゃなくて悲しい。え、やってみようかな。じゃあみんながそんなおすすめしてくるんなら、おすすめしてくるってことはさ、それほど美味しいってことでしょ。期待していいんだよね。
期待していい？みんなの言ってる言葉。分かった、じゃあやってみるわ今。でもちょっと待って、眉毛だけ描かして。眉毛がなんか無防備すぎて。え、何？どっち美味しいの？どっち？みんなのこと信用してるよ。ちなみに、ちなみにみんなのこと信用してるよ。絶対美味しいの。そのさ、誰が食べても美味しいの。スイカ好きな人だったら誰が食べても美味しい。ちょっとこんぐらい描いとけば大丈夫だよね。え、変じゃない眉毛。こんぐらい描いとけば大丈夫だよね。え、ちょっとやばい？いけるよね。え、無理？眉毛描いたらちょっと、え、この絵描いとけばいけるよね。最初は少しだけ描けて自分の好みの量を捨ててみてはなって。分かった、やってみる。髪の毛ぼっさ、え、怖いよ。でも寒いよ。あー、え、怖いよ。やってみるよ。え、スイカに砂糖。え、どっちどっち。え、本当にね、本当にやったことないの。なんかさ、唇に色ないからちょっとつけよう。いや、これスイカに塩かけて食べるくせに。ちょっとだけリップ塗った。え、ねえ怖い。ちょっと待って、じゃあ持ってくるわ。え、みんなのこと信用してる。え、塩ってさ、塩ってどれ。え、これでいいのかな。え、塩って何。なんか私のさ、ここのさ、私ってさ、あの、いろんな塩があるんですよ。で、そんで料理しないから、私。あー、何これ、なんかやだ。それではこのスイカにしよう。味の素じゃない。え、どんな、え、本当にさ、パラパラって感じでいいの。え、怖いよ、大丈夫。え、どんぐらいかけるん。え、ねえねえ、ひとつまみ。え、どんぐらい。もういい。え、どんぐらい。結構かけてるけど大丈夫。みんなのこと信用して結構かけたけど大丈夫。それでは、え、本当にかけたよ。食べてみます。え、こけすり、え、食べるよ。え、食べるよ、大丈夫。うん、しょっぱ。なにこれ、ね、しょっぱいじゃん。ね、あ、ね、すごい。
塩の味え、まあ、ほぼ塩だったんだけど、え、なんで、え、ほぼ塩、え、びっくりした、え、みんなこうやってさ食べてるのすごくない？普通に尊敬するわ。やばいやばい、え、怖いよみんな。私は別にかけすぎてないと思うけど、けどいっぱいかけた。みんなのこと信用していっぱいかけた。やばい、本当にやばい。あ、じゃあ私の、え、待って、本当にやばい。え、ちょ、もう一回やっていいじゃん、そのリベンジ編ね。でちゃんとみんなに見せるね、そのどんぐらいかけたか。今のは唐揚げじゃないんだから、ちょっと面白かった。え、かけたの見せるから。え、こんぐらいでいいんでしょ、こんぐらい。あ、もうもはや見えない。え、てかこれ、え、種がある。え、ね、あとどんぐらい。待って待って、これはいい、え、これはいい。あ、待って、垂れそう。ティッシュティッシュか、かけすぎ。あ、これかけすぎ。え、これかけすぎ。え、かけすぎ、嘘。これ私これの倍ぐらいかけたんだけど、さっき。え、これか、え、これかけすぎ、え、かけすぎこれ。え、嘘。私の少ないはこれみたい。これの倍かけてた、さっきは。分かった、落とす。あん、え、かけすぎ、嘘。え、落とした、今。じゃあ食べる。しょっぱ。あ、でもさっきよりはしょっぱくない。でも美味しいわ、塩かけた方が。なんか後味が塩だな。しょっぱ、ほんで。本当に、あ、なんかすごいね、今の人たちって、現代って。私は、いや、美味しいけど塩かけない派かな。うん、美味しいけどね、美味しいけど、私には塩じゃない方が合っています。いや、美味しいんだけどね、うん、美味しいんだけど、うん、口の中に塩が残ってる。
すごく貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます皆さん。1回目の塩の量が多すぎた、マジで多分多すぎた。だってさっきはなんか、まあ、さっきも多かったかもしれないけど、あんぐらいだったじゃんさっきがね。でその前はもうね1個の麺が、この麺なんていうの、麺がもう塩で埋め尽くされてた。でも1個の麺だけだったからこんぐらいなのかなって、大丈夫なのかなって思ったんだけど、普通にダメでした。私はそのまま派かな。いやそれわかんない、そのなんかいい感じに塩をかけて食べれてないから、本当の塩をかけて食べるスイカの美味しさがわからないまだ。びっくりした、なんか塩やん、ほぼなんかスイカじゃない、なんか塩の水分が来たって感じ。危なっかしいですね。メロンに生ハム、え、合うのそれ、本当？それ初めて聞いたかも。えへい！ああ！夏だから塩分取れて、さ、そうだよ。生ハムメロン知らない、やばいね、現代じゃないんじゃない。私塩レモンサワー、何それ、それはそれで何、オレンジのメロンでも食べ終わっちゃったんですよね。もうメロンはパクリパクリ、メロンはねこんぐらいなの、まあ大きいけど、もうスイカやばい、もうスイカやばい、この倍、4倍くらい。隣の部屋までくせ、ねえそんなに、そんな壁薄くないよ。スイカの情報欲しい。だってスイカの情報、私ね本当に毎日食べてる。でも塩初挑戦だったな。いやもちろん聞いたことはあったよ最近、でも挑戦したのは初めて。日向のくしもこっちまで届いたよ。だって嘘でしょそれは。スイカ赤いのが好き。ひなこちゃんの配置楽しいだって。え、嘘、初めて言われた。多分初めて。私は今私ねコーチ
前期の今大学が終わったじゃん、で次後期なんだけど、後期はもう死ぬほど大変です。なんか未完分も終わってないよ。昨日は逆にマンゴーを食べた。フルーツ最近たくさん食べる。なんかまだ塩が残ってるな。大学や体育とかないのだって、なんかそういう授業を取れば、自分で取ればあるけど、私は取ってない。そう、前期より忙しい。後期はあの全休がない。そうだから月から金まであるってこと。島根ね、帰りたいね。でも私は大学でマスク外すときないでしょ。だって学食のときぐらいですかね、ご飯学食食べるときぐらい。島根帰ってイオン行かんじゃん。イオンしかねないのよ、行くとこが。後期も大学の2月3月休み。確かにそうね、そう考えたらちょっとまあそれまで頑張るよ。しかもね、とあー待って、やばい、スイカの種さ、これ比較的少ない量、少ない方なんだけど、このスイカは。スイカのいい音するなって、え、音鳴った？てか、そうこうしているうちに私のメイク終わり。あ、まだ眉毛はね、描いてないんだけど、眉毛はまだ眉マスカラしてないんだけど、他はあとアイラインもしてなかった。オッケー。最近皆さん大丈夫ですか、体調とか。今ねまた結構流行ってきてるから、私はね、なんともないです。私は全然、うん、なんか、うん、
なんともないです。中西会に会いたいだって。それな、中西会さ全然 LINE グループ動かないの。まあ、私も動かさないけど、みんな動かさない。あの唯一動かしてるのは千織さんだっけ。千織さん会いたい。千織さん、今日まだスイカしか食べてない。初ご飯。千織さん会いたいね。あと最近前髪切りたくてでもどうしようか迷ってる。クセッケじゃなかったら多分パッツンにしてるけど、クセッケ、いやクセッケじゃなかったら多分じゃなくて絶対パッツンでいるんだけど、クセッケだからまあ、一応って感じ。しかも今夏だし、暑いし、汗かくし。でも多分みんなは前髪ありの方が好きな気がする。そうでしょ、わかるもん。みんなが好きな前髪の種類いつも髪、私ね本当にクセッチなんですよ。え、みんなさ思ったことない？私のこと、ちょっとあれひなこちょっとクセッチだなみたいな思ったことない？わかんないかな。よくなんかライブの前はパッツの時ね、ライブの前はそれね、前髪をねアイロンで綺麗にしてるから多分綺麗なんだけど、ライブ後その終わった後ってさ汗かいてるじゃん。その時の私の前髪とかね結構やばいよ。まあライブだったらね、まあもちろん汗かくから。うん、でもね今ほら、今じゃあだ分かった、今私のえほら私のクセッキ見て、ほらごめんなさい、いや分かるかな。これほら、え、わかるよねみんな。あれ？いや私今植毛矯正を4ヶ月に1回かけてるんですけど、4ヶ月前にかけたから、まあもうそろそろ行こうかなって。ね、すごいでしょ。私のクセッチ披露。そう、これがね本当に本当に本当に嫌で、だから直毛の人が羨ましく感じる時もあるけど、直毛の人も直毛の人でなんか悩みあるらしいから何とも言えないよね。でもさこっちの方が嫌じゃない？結構だって例えば雨、せっかく前髪セットして
行ったけど、雨でここら辺がうねうねしてきたり、街が取れちゃったり、湿気とかでも。で、長い前髪でもそうなる時あるけど、パッツンの時よりは楽っていう感じ。確かに直毛の人も一緒だね。でもこっちの方が絶対嫌だと思うよ。だってこうなんかさ、うねってるだけでさ、ちょっとね、あれじゃない。髪茶色くなってきちゃった。暗くしたい。髪の毛細いと思う。多分細い。今眉毛まだ完成してない。私明るいのさ似合わない気がする。なんか暗い方が落ち着く。え、もう1時間経つ。嘘。うん、本当だ。怖い。8時間です。よいしょ。でも今日はみんなの秘密を知れたからよかったんです。秘密っていうのか分かんないけど、あのスイカに塩かけるやつ、秘密じゃないか別に。スイカにしよう秘密。みんなの秘密を聞けて勉強になりました。でも私はスイカに塩かけない派です。なんでかというと、塩かけすぎてなんか、うん、でも最近私難しい言葉めっちゃ使ってて、例えばなんだったっけな、なんか昨日ね使ったんだよね。最悪の場合っていうのも使ったし、あとなんとか最悪のなんかね、でも意味わかんないとこで使っちゃって、なんだったっけな。忘れちゃったけど、なんか最悪の場合この服をお姉ちゃんにあげるよみたいな感じ。最悪の場合この服あげるよ。でも合ってるか、合ってない。最悪、あの何なんだったっけな。でもね、たくさん使ってる最近。なんかなきにしもあらず、まんざらでもないとか、うん、すごくない。
くりした。あ、すごい、なんか初訪問の方が多いですね。星集めしてます、みんな。今やぶさかではないってどういうこと？あー、やぶってこと？やじってこと？ちょっとわからない。あ、やばい、迎えに来た。木曜日、そうなんです。木曜日は卒業です。琴音ちゃん、めっこめのっこ、え、ちょっと待って待って、え、すごっ、こんなとこまで伸びてる。じゃあ、そろそろランキング見たいと思います。13位ムムさん、ありがとうございます。12位ポムさん、ありがとうございます。11位メシシさん、ありがとうございます。10位ひろゆきりんさん、ありがとうございます。9位まぼろしさん、ありがとうございます。8位ガリ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 3000アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位プッチーニさん、ありがとうございます。6位ニャークアットマークひなこいしさん、ありがとうございます。5位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。4位ポンタアットマーク空が好きさん、ありがとうございます。3位 W アットマークひなこいしさん、ありがとうございます。2位ひらっぴアットマークひなこにメロメロさん、ありがとうございます。そして1位はあやちゃんでした。あやちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ということで、約1時間ほどですかねのショールームを見てくださってありがとうございました。それでは、またショールーム配信するときは告知します。おお、またぐるぐる出てきた。え、これ止まってる。え、ぐるぐる、こうやって聞こえてる。え、止まってないんだ。でもここぐる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 なってる。あ、普通に見える。ぐるぐるってなってる。あ、でも普通に切れそうだな。やってみるね。じゃあみんな、ありがとうございました。バイバーイ。